大黒さん、彼女が担当してくれるそうです。はじめまして、宇奈美です。はじめまして。この前新作の人生300年読ませていただきました。あ、今日はその仕上げたものを。あれは何ですか？何ですかと言いますと、ボツです。あ、ボツです。俺はまだ本気出してないだけ、宇奈美綾役の指原莉乃です。俳優の方と一緒に、私は本業が女優さんというわけではないので、やっぱりすごい人と演技をするってすごく緊張しますね。特に自分が関わりないシーンだったらいいんですけど、お話しするのが演技の中だったのですごく緊張しました。福田監督はなんだろう、面白いですよね。なんか多分どんな人だろうってみんな思いますよね。監督さんとか会う機会ないから。福田さんは監督っぽくないんです、あんまり。今日も30分遅刻してきたみたいですよ。30分遅刻したらしいんです。そういう人です。面白い。俺はまだ本気出してないだけ、劇場でぜひご覧ください。見つけた俺の生き方。俺漫画家になるわ。俺はまだ本気出してないだけ。お父さん今勢いがある。